でも誰も住んでないんだもん。あちこちで牛は死んでるし、ペットの犬だの猫だってもう餓死してるしね。草生え放題だし。大変なものを作ってしまったね、人間は。ね、大地の中にこう眠らせておけばよかったものを掘り出してしまったから。爆発をした後、みぞれが郡山には降ったんですね。そのみぞれを見た、庭がどん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 白く雪が積もっていく様子を見て、もう福島は終わりだと思って涙が流れました。一番悔しいのは、私自身が福島で事故が起きると思っていなかったんですよ。